大岡忠敬は、江戸時代中期の旗本、大岡忠明の着難、大岡忠助の実父、大岡忠義や三代当主、奈良奉行などを務めた。二千国を治療する旗本、大岡忠明の着難として生まれた。大岡忠敬は千七百国を治療した旗本で、上京二年八月十三日、奈良奉行に就任した。翌上京三年。 四男の大岡忠助を、一族の1920国を治療する旗本、大岡忠真の養子とした。元禄六年、着難の大岡忠品が五代将軍、徳川綱吉の激林に触れ、伊豆八丈島へと流罪にされたため家禄が格下げとなる。この際、奈良奉行を辞し、小不審入りをした。元禄九年六月二十三日、相馬中村藩第五代藩主。 相馬正種が、出は久保田藩第三代藩主、佐竹義所の次男、信種を、娘、お品の婿養子として迎え入れたいとする旨を、忠隆が佐竹敬遠者であったことから相馬正種の要請により、忠隆が佐竹義所へと伝えた。元六十四年十一月十日、病死した。去年六十八、死因は卒中、家督は復帰した、中品が継いだ。 大岡忠助の父ということで、忠助を主人公とした小説や映像作品中で忠介と一緒に江戸で暮らしている姿が登場することがあるが、実際に忠助が江戸南町奉行となったのは、忠敬史教の16年後のことであり、あくまでフィクションである。ありがとうございます。